ナスハイランドパークナスハイランドパークは、栃木県ナス町にある北関東最大級の遊園地。運営会社は、隣接地で、別荘地を販売、管理する東アナスリゾート。様々なコースター系アトラクションを設置していることで、有名で、2021年10月現在関東では、最多の7機種を誇る。また、3歳未満の子供でも利用できるアトラクションが、 半数以上を占める。在京テレビ局の取材や、デートドッキリ企画などの遊園地ロケで利用されることも多い。また、アーティストのメガボルトの撮影もされることがある。毎年、1月中旬から2月末の期間は、閉園となるので注意が必要。2016年に、日本駐車場開発の完全子会社以後は、コスプレ、板車コンテストに力を入れている。 ナスハイランドパークオフィシャルコテージ。18棟72室を備える宿泊施設で、全室に外国製の暖炉が設置されている。ペット同伴で宿泊できる部屋もある。掛け流し露天風呂のある温泉施設やテニスコートサッカーグラウンド等もあり、パーク来場者や学生の合宿等に利用されている。なお、宿泊者はナスハイランドパークの入園料が 無料になる。ナスハイランドパークの広告ラッピング社。平成8年に登場したキャラクターで、設定は、陽気で冒険好き、好奇心旺盛な5歳。名前の由来は、木を意味する、ウッドそして、ハッピーを組み合わせたものである。誕生日は8月31日。平成23年に登場したキャラクターで、設定は、少しおませな3歳で、 ウーピーのガールフレンド。名前の由来はナチュラルとナス。ハッピーを組み合わせたものである。誕生日は2月26日。ありがとうございます。